回のミリチャンネルのゲストは、イタリアの自走対戦車砲ベスパ 150TAP さんです。ゲンチャリできた？ゲンチャリでってまんまベスパじゃないですか。こんな魔改造されちゃって。ですね。それでは、一応お生まれになった経緯とか伺ってもよろしいでしょうか？厳密には排気量 150cc なので、日本的な意味でのゲンチャリではないです。それは、この際置いときましょうか。銃にせよ大砲にせよ、発射薬が燃焼した際に生じるガス圧で何かを発射する装置は、その圧力に見合った反動を受け止める術をどうやり過ごすかが問題でした。そのため、20世紀初め、無反動砲や、ロケットモーターによって自力飛翔していくロケット砲、いわゆるバズーカ砲が登場したわけですよね。その通りです。歩兵でも大口径砲弾の発射が容易になりました。第二次世界大戦時にこれらは連合軍、枢軸軍問わず広く使われ、歩兵携行火器でありながら重戦車すら撃破可能な威力を存分に発揮しましたね。発射された砲弾の運動エネルギーではなく、命中した砲弾の化学エネルギーによって装甲を貫通する成形策薬弾の登場が、大きな変化を促しましたが、威力が弾頭直径に比例する成形策薬弾は歩兵携行用の無反動砲やロケット砲でも大威力な一方、問題もありました。どのような問題ですか？それが射程距離の短さと、いかに簡素な方針で軽量化したとはいえ弾薬類の重さで、陣地にこもった歩兵が用意された火器を次々と発射したり、敵陣に迫って1発だけぶちかます、といった用途以外では、機動力が高いとは言えません。さりとて、機関銃や無反動砲を搭載したジープや小型の装備車両はどこにでもあるわけではありませんし、空挺戦車に至っては高コストに過ぎます。なるほど。そこでとりあえず割ってベスパを使ったと？とりあえずって、まあ、その通りです。どうにかして低コストの自走砲ができないかなと考えた末に、何を血迷ったのか、イタリアのピアッティオ社で1946年に開発された傑作スクーター、ベスパ、無反動砲と弾薬を搭載すればいいんじゃないと誰かが思いついてしまったのです。なるほど。そのような経緯でしたか。それでは、次に、ベスパ 150TAP さんの特徴についてお話しいただけますか？実際に対戦車型ベスパ。広角と勇ましいですが、あくまでスクーターを作ったのは、フランスでベスパのライセンス生産を言っていた ACMA 社、フレームを強化したベスパの風よけに穴を開け、アメリカ製の 75mm 無反動砲 M20 の砲身を通して前方に長く突き出し、座席の後部左右には3発ずつ、計6発の弾薬が搭載、後部砲身は車体に対して斜めになって後端まで伸び、運転手は砲身へまたがる形で登場し、車体後端には無反動砲の装填口がありました。颯爽と走りながらズドンと砲撃するつもりだったんですか？いやいやいや、そんなことしたら乗員の尻があっちっちと火傷するどころでは済まないですよ。射撃位置まで走って固定用のスタンドを立て、下車して砲弾を装填すればすぐ砲撃可能だったので、対戦車自走砲には違いありません。ありませんよね。おそらく。それでは、最後に、ベスパ 150TAP さんのご活躍についてお話しいただけますか？ベスパへがっちり固定したままでは狙いをつけるのが難しいため、実用上は下ろして三脚に乗せて砲撃、弾薬ももう一台のベスパ150で運ぶという運用だったようなので、どちらかといえば、砲運搬車に近いとも言えました。一見するととんでも兵器に見えますが、意外というかさすが名車ベスパというべきか使い勝手は良好で、M20 無反動砲も成形策薬弾頭なら 100mm もの装甲を貫徹する能力があったため簡便な軽自走砲として重宝され、500両がフランス軍の空挺部隊用に生産されました。もともとはインドシナ戦争で使うため開発されたようですが、アルジェリア独立戦争で実際に使われたと言われています。おそらくは対戦車ミサイルやオートバイの発達、75mm 無反動砲で対処できる相手がいなくなって装備から外されたものと思われますが、発想としてはなかなか面白い兵器でした。今回のゲストは、対戦車型ベスパ 150TAP さんでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。